この後はコラムの花道。今日はプロ書評家吉田豪さんです。 TBS ラジオストリームをお送りしております。月曜日2時になりました。2時のコラムの花道、月曜日レギュラーコラムニストはご存知、人呼んで喋る墓荒らし、プロ書評家の吉田豪さんです。どうもです。どうもです。こんにちは。はい、また今週もいろいろ大変だったみたいですか。いろいろありましたよ。いろいろありましたですか。石原真理子さん聞いてますか。はいはい。あ、そう。え、そんな中ドタキャン食らってね。ドタキャンじゃないですよ、失礼な。ドタキャンって言わないのか。急遽予定の変更がありの。ね、2回あった。そうですね。先週話したのが、その金曜日の取材が飛んで、日曜日の変更になって、はい、日曜日にホテルのスイートルームで待ってたら、3時間待ったけれども、そのまま流れたという、ね、お話をしてね、今度は水曜日に会いますという。水曜日だったんだよね。そうです、はい。水曜日に会えたんですけどね。さあ、さあどうでしょう。会えましたよ、もちろん。素晴らしい。素晴らしい。やっと会えたねって言われた。君とやっと会えたね。中山美穂に言うかのようにね。つい人生のように。で、あれだっけ、また、オクテポルシェとか。そうです、はい、一緒に。で、ツーショットで、オクテポルシェがね、僕と付き合ってくださいって言ってね、こういうね。ぶって。しょうがねえな。マジで。僕はあなたをテーマに曲を作りますって、ね。で、マリコさんは何とおっしゃってました。思いっきり流されましたね。早くインタビュー、はい、始めてみたいな。そんな感じ。はい、はい、はい。どんな感じなんですか、はいはいはい、雰囲気は。いや、すごい柔らかい感じ。柔らかい感じ。あれでですね、その取材の前日にちょっと、人ドラマあったんですよ。人ドラマ。そうです。はい、火曜日に見知らぬ番号からの着信があって電話に出ると、なんかいけねえ僕、知らない人に怒られちゃったんですよ。はい。何かと思えば、不揃いの秘密、彼女が。不揃いの秘密。去年出した。本ね。大ヒットした。大ヒットした。素晴らしい本。僕の大好きな本。すごいよ。佐藤勝さんまで買って、本棚に置いてあるという。あれの担当編集の方で、僕面識ないんですけど、トーストにも僕は死んだって考えて迷惑してるって。へぇ。しかるべき処置を取ることも考えたいとか。誰だろう、いきなり言われて。なんで吉田剛のところにかかってくるの。だからラジオで、ね、ネタ元なんだって言ったら、なんかラジオで、あなたがそんなこと言ってたって聞いて、僕でもラジオの話聞いたら確認したんですけど、今作っている本の担当編集の方が、なんか不幸があった、まあ、休止されたみたいな話を聞いてって言ったんですよね。はいはいはい、今、小説と健康本を作ってらっしゃって、はい、石原真理子さん、はい。っていう話だったんですけど、はいはい、見ての通り、トースポに、なんかこう書いてあるんですよ。5月29日も、どこだっけ、つい先週も雑誌の取材をドタキャン、その理由として石原は自助伝不揃いの秘密の担当編集者が休止したと先方に説明したそうだが、本誌が調べた限りそんな事実はない。ああ、ないって書いてある。なんか、いや、だから情報が錯綜してるんですよ。つまり本当だ、要は不揃いの方の編集が死んだって話になっちゃってて、で、どうなってんだって話が来ちゃって、はい、叱られたんですよ。いや僕そんなこと言ってないですよって言っても、はいはい、いやでもなんかあなたの話からそうやって広がってきてるんだからってでも僕言われたことをただ伝えただけでっていう。そりゃそうだよ。でも、いや、それ裏取んなきゃダメだよ、そういうのって。いや、記事だったら裏取りますけど、近況日記みたいなもんですから、日記は裏取りないですよって。いや、でもそれは雑誌としては考えられないみたいな。すごい、なんかバトルのまま終わって、どうしようと思って、こんな状態でちょっと石原さん取材できないなと思って、編集にちょっと今回なしにしようよって言った直後に、また知らない電話番号から電話かかってきて、もしもし石原ですけれども、と思って、ご本人から電話かかってきて、明日の取材楽しみにしてます、みたいな。辛いよね。この件はだから、5回ね、多分間に入ったそのね、人が、そのね、映画会社、映画の宣伝会社の人が、その、ちょっとね、誤解しちゃったので、その前でちょっとラジオの方で伝えといてくださいって感じで。ラジオ伝言版かよ。何なんだよ、ね、まあ、駅ごめん悪いけど、1時間遅れるから、俺はチョークかよ、俺は。じゃあ何なんだよ。まあね、その、だから先週のそれが、だから発端の一つにもなってるみたいなことだったんで、その前で伝えといてください。結局なくなってないわけでしょ、その不揃いの編集の方は。今作った小説の担当の方が倒れたみたいな話で。倒れたの。それをだから間に入ってる人が多少なんかね、話膨らんだり転がったりなんだろう。誤解が誤解を生みという。それでね、君が言い始めたからだと言われても辛いよね。これ邪魔したよ。 その2日ぐらいにもまた怒られて。誰ですか。その人に。またその人有名な人。いや知らないですけど、でもまあ話してるうちにだんだんまあ
ね、分かっていただいた感じ。解決しました。まあ、僕も吉田さんのこと嫌いじゃないしって。ああ、ね、熱心に、じゃ一応聞いてくださってるわけ。そうですね。うん、で、その後、僕の知り合いの双葉社の仲いい編集者から、うん、今度一杯どうかというお話が来てますって。まあ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 。和解の、和解の知り合いを。電撃和解がね。ああ、なるほど。でも、本当に。とにかくね、双葉社の方は元気です。誤解です。誤解です。あと、石原さん曰くこのね。この場を持って、石原さん曰くこの発表に返させていただきます。この不存在秘密取り直しで、土壇場でプツンとかいろいろ報道されてると、これも全部誤解ですと。石原さんがおっしゃっております。これはテレビ見てそうだと思っちゃった。あの石原さん、あの昨日のなんだっけ、アッコにもかずでもこれがトースポが報じられたそうなんですけど、はい、石原さん、これが日曜日か、水曜日なんですね。ああ水曜日、石原さん明日試写会がありまして、そこであの全てを告白するということでございます。悪いけど俺は行ってきたらどうですか。ちなみにしかも僕今日あの朝10時過ぎぐらいに石原さんまたご本人から電話かかってきまして、うん、それで起きたんですけど、いや素敵な10時ぐらいないよ。寝起きのマリコの声はどうだった。いやいや、アニューじゃないですよ、別に。自分はアニューなんだけど。僕相当アニューでした。どうだったその映画のその裏側を全部、ね、これはこれこれこういう理由で、ね。みんなが私を悪者にしようとしたけど、それは全て誤解で逆なんです。全ては私は明日、告白します。告白するんだ。へえ、記者会見。ゴーちゃん、なんでそんな全部報告受けて報告連絡相談がこう、僕のもとに。なかなかいい。僕のもとに直伝来るでも、ミッキー安川か石原麻衣すごい、すごい。ミッキー安川さんね。すごいな、ミッキー安川さん、今度あの、あれですよ。あの、ホテルでディナーショーやるんで、僕のところにあの招待状が来て。ディナーショー来てくれって言われて。ディナーショーお前も受けるぞみたいな。マジありがとうございますって。あの、演歌歌手の方とか来て多分歌ったりするらしくて。あと、ミッキー安川の楽しいトークがこう来て。もうそれラジオ日本に任せてよ、もう頼むよ、もういいけど、俺でも思うんだけど、なんか石原さんのこれはなんかいろんな意味で映画の PR になってるよね、思わない？まあ、確認したくなりますよね。だそうだからさ、そうまで言われるとどうなんだろうっていろんな形で情報出てきてさ、でご本人曰くだからちょっと音の方面でちょっとトラブルがあったらしいんですよ。音取りの方で音取り、うんうん、途中で外されて、で知らないで完成しててみたいな。で、うん、じゃあどんな音になってんだろうとか確認して思うよ。それは思うよ。なるほどね。そう絶対思うよ。やっぱりなんかの形でいろんな形でこう露出が出てきて、なんだかんだって、じゃあ石原麻衣子どうなってんのって、あれ、本当付き合ってんのあの二人。あの、本の時と同じパターンですよね。主演男優とはとか思うじゃない、ね、天使の王子様の人とっていうね。そうだよ。だからこれはもう安倍晋三の、官邸戦略と同じじゃない、なるほど。露出を増やすというね。はいはいはい、はい。だから全部 100% ネガティブでない限りは、プラスなんだよ。はいはい、9割マイナスで10割プラスでも OK なんだよ、うん、しかもだって試写会で何か言うって言ったら行きますもんね。行くよそら。それは行かなきゃいけないっていう、行く、うんうん、なるほどね、なるほどね。まあうまいこと伝言版にもされた石田さん言いましたよもうこれで大丈夫か。バチです。あそう、はい、なんかゴーちゃんのなんか目処見なきゃいけない。はい、それでは今日の本題でございます。はいはい、はい、2週前のコラムの話で、あの、吉川晃司さんのネタをやる予定だったんですけど、はい、まだ実現したかったのでね、今日こそと思ったんですけど、まあね、今日はその吉川さんと一時コンプレックスをやっていた、布袋さんの特集にしちゃおうかというね、はい、また流しますね。吉川晃司、ネタをするための予行演習。フリですね。フリは、まあ、予習のために。巨大なフリ。予習のために布袋さんをやるという、ね。そうです。立場ないじゃない、じゃあ。いや、そんなことですよ。あんなこと。布袋さん、でかいですよ。でかいです。うん。あ、そうです。まあね。187センチ。ですよ。すごい、大きい、ね。そういう意味で大きいってことは。身も心もでかい。心もね。存在も大きい。僕だから、よくね、あの、いろんなミュージシャンでも何でもそうなんですけど、野球の世界でも、誰が一番強いのかっていうのはよく僕調べてるんですよね。はい、で、ミュージシャン最強は誰なのかっていう。はい、でよくまあ格闘技の世界では本当体がでかくて体重が重い選手が一番強いっていう。まあそう思いますけど。ふうに言われてたのがだね、あの、あけぼのさんが連敗するあたりでだんだんこう、なるほど。崩れてきたじゃないですか。必ずしも大きいの必ずしも。大きいだけじゃダメだなっていう。ちょっと大きすぎるんだよ、あけぼの。でしょうね。で、布袋さんのね、あの、スリムででかいっていうのはどうなのかっていう。ほんと強そうじゃないですか。で、喧嘩っ早いっていう話はよく聞いてるじゃないですか。はいはい。あのね、酒場でのバトルの逸話とか結構あるんで。ああ、あんだ。果たしてどれくらい強いんだろうと。すごいよな。映画出たらなんか日本軍将校みたいな。なんかあの戦前の映画の中やってたよね、あの時なんかすっげえ似合ってたよね、顔結構ね、ここありますからね。はいはいはい。でもいわゆる高岡早紀さんとの不倫騒動で、はい、あの穂坂直樹さんにね、あの写真は結構エロかったよね。ああ、後ろからこうこうなんか胸のあたりを、あの本編に関係ないとこに食いつかないでください。あ、すいません、あれは言ってない。そうですね、あの日遊び騒動で、あ、そう、はい、ね、日遊びに騒動で片付けやがったって。そうあの時に結構あの対応がかなりね、はい、あのソフトだったんで、うん、あれそんなにやんちゃでもないのかなって。まあ、細川さんやんちゃ説は僕結構聞いてるんです実は。
ね、あの付き合ってる彼女をボコボコにする話とかいろいろ聞いてるんで、でもそういう意味であれなんですよね、あの布袋さんも付き合ってる彼女をボコボコにするタイプで両方一緒なんだ、で一方は出家で一方は出家しないと、そうですよね。で、まあ、布袋さんのその喧嘩に関しては、うん、あの伝説の強豪と言われる XJAPAN の YOSHIKI さんともバトルになってるって、ね、はい、YOSHIKI さん最強説ってのは僕はよく聞いてるんで、ああそう、だからまあ弱いわけはない、とは思うんですけど、やっぱそのね、彼女に暴力を振るったりとか、女性不信になって泥酔してサラリーマンに喧嘩を打ったりとか、で山下久美子さんとのバトルで、目測誤って壁殴っちゃって拳骨折してライブ延期とか、でもなんかバトルの方向性があんま良くないんですよね。良くない。吉川晃司さんともだからなんかね、あの、吉川晃司さんよく、その辺の昔の話聞かれたと、ちょっと言える話というと、まあ二人でちょっとね、喧嘩止めた時かなんかな、で二人でこう、墓場からジャンプするみたいな話になって、布袋さんだけ血まみれになってみたいなのが、そういうような。墓場からジャンプするの、上から、墓石の上からするで、着地失敗みたいな、顔面直撃みたいな。ちょっと情けなくないですか？だから、結構自爆タイプなんですよ。自爆タイプ。そうなんですよ。で、山下久美子さん、まあ、元夫人ですね。はい。ある愛の歌っていう本があるんですけど、そこでまあ、こういうふうに書かれてたんですよ。2002年、幻冬舎の本です。いい本ですね。私の好きな本です。僕の好きな本。本当にいい本ですよね。本当にいい本です、ね。嵐のように愛し合ったかと思うと、恐ろしい勢いで喧嘩が始まった。原因が何かと問われば覚えてない程度のことばかりだったけども、始まると二人とも一歩も引かず、あとは売り言葉に買い言葉の応酬となった。売り言葉ね。出て行って出てくよ。最後はいつも何かの振り越しにね、この言葉で終わった。まあ、相当いろいろバトルがあって、で彼女を投げ飛ばして脱臼させたりとかして。で、まあ、前にもちょっとこの本振った、ここで紹介した時に、喧嘩の理由っていうのは主に布袋さんの嫉妬で、っていう話したんですけど、まあその布袋がライブで肌を露出する衣装はやめてくれって言って彼女がね、ステージで足出さなくなったりとか、で最初は彼女もね、そういう嫉妬心が単純に嬉しかったって言ってたんですけど、その脱線したく交えて布袋と会食しただけで、突然箸を置いてプイと席を立って店の外出て行っちゃったりとか、不意に怒り出して店を飛び出したかと思うと真っ逆さまに階段から転げ落ちたりとか、帰り道などびても聞かずシャッター蹴飛ばして歩いたりとか、デースしてたのがまた嫉妬の感情で怒り出した瞬間飛び降りと叫んで6階の窓から半身乗り出して彼女が30分近くしがみついてとか、へ、まあ、そういう話聞いてると、まあ、デースした布袋さんが後に路上で転んで頭蓋骨折ったっていうのもすごい納得するんだけどね。結構そういうタイプなんですよ。頭蓋骨なかなかでも折れないよね。受け身取らないんでしょうね。あ、大きいから多分。ああ、うん、頭からいっちゃう。ちょっと致命傷だよね。でこの本にも書いてあったのが、うん、レッドシューズ、まあ、有名なね、あそこで飲んでた時に、西麻布、そうです、昔のボールフェンが、はい、昔のボーイフレンドが入ってきたというだけで喧嘩になったり、そこでたまたま言わせた吉川晃司さんが仲裁に入ったら、今度は彼らが殴り合いを開始っていう、血の気が。で吉川さんもよく言ってるんですよ、よくだから俺が暴れたって言われたけど、違うんだよ、誤解なんだよ、俺じゃないんだよって、それはあの皆さん言ってるんで、僕は聞いてますよって、吉川さんは仲裁に入ってたら、聞いてますよって、そうなんだよって、はい、そういうことなんですよ。でコンプレックスって活動休止のきっかけが、まあ、飲み屋でつかみ合いになったみたいに言われてるんですけど、うん、まあ、それも、まあ、吉川さんは殴り合いはないっていうふうに、否定してるんですよね、でただそのやっぱ吉川さんがこういうふうに言ってるんですよ、そのレッドシューズ朝方行くと必ずどっかの店の同士が喧嘩してて、でもセンサーからおっちゃんとバンドした時は俺やつに一回も手を出したことはない、自分でどっかにぶつかるんだからでも言われてみると確かにそうなんですよ、彼はこれまでの人生もういろんな壁とか、はあ、そうなんですよね、うん、布袋さんとねよく飲み行ってる時もロフトで喧嘩して殴られて、うん、ついでに僕まで誰かに殴られたりしてたとか、うん、吉川さん結構被害に遭ってた側なんですよ、ね、あ、そうなんだ、そうなんですよ、ね、あとね、だいぶ楽だよ ね、うん、こっから吉川さんの話にはいかないの、まだそれは、うん、まだです、いかないの、まだの、でまたこの本にも書いてあったんですけど、実はその夫婦喧嘩ばっかりしてるのは血の気が多い世代と考えてベジタリアンに転身したんですよね、お二人、あ、二人ともベジタリアンになろうと、そうなんですよ、あ、そしたら喧嘩も少なくなるだろうと、うん、そしたら布袋さんだけですぐ戻っちゃったんですよやっぱ肉好きだわみたいな、肉食なんだね、うん、で山下久美子さんずっとそれからベジタリアンなんでしょうね、それだから喧嘩ね、パヤサとかね、ちょっと女性方面とかもやっぱ血が騒ぐというかね、肉食で、肉食の方が喧嘩パヤくなんのかねじゃないですかね、だって僕ピースウルですよ、はい、基本的に、ああそうそう、あ、そうですよね、うん、まあそりゃそうだ、で、はい、そのそうですそうです、でちなみにその吉川さん曰くでこう言ってるんですよ、はい、あの布袋さんはそうなんだけど、うん、ヒムロックはやばい、あの人は路上のプロだって言ってるんですよ。で確かにそうなんですよ。あの昔のボーイの本、大きなビートの木の下でっていう、これはですね、86年に出た本。86年、すごいね。これはあの入ってます、ね、まだブレイク前に出ただから本ですよね。ブレイク直前ぐらいの。そうかそうか。はい、で布袋さんが若い頃の話とかは、喧嘩が強いなんて思ってもみなかった。相手が3人でやられたことが無性に腹立たしくて、気がついたら氷室の足元には2人の男が倒れ込みとか、もう一人の男が人気をなくした夕闇の中に駆け出していたとか。一人でじゃあ相手しちゃうわけだ。いいんだよ、
1対3で、知らない間に相手が2人倒れてて。それがかっこいいよね。で、ある意味じゃ、そのコメントが、快感っていう、うん。あ、そう。いや、角川状態。うん。で、それからはどんどん喧嘩するようになってって、ね。うん。うん。で、それが噂になっていて、上級生に呼び出、なんかね、うん、眉のない上級生に。眉のない上級生。ねじ嫌いで、何か話でもあるんですか、うん、で、かなり苦戦だったけど、決め手になったのは氷室の長パン。うん。ほう、え、長パンってどんなの？頭突きですね。あ、頭突き。で、どんどん喧嘩で乗せてって、だ有名な話なんですけど、ホテイさんがバンド組むときに、氷室さんに呼び出されるんですよね。ホテイさんは絶対これ締められると思ってビビっていったっていう有名な話があって、うん、そういう人だったんですよ。で、氷室さんそれぐらいやばい人で、ホテイさんも同じくその、若い頃の話してるんですけど、はい、いわゆる坊ちゃん高校みたいなとこ行ってたんで、うん、その坊ちゃん高校のやつを、なんか、暗がりに引きずり込んで、ボコボコにされるみたいなことがよくあったらしいんですよ。はいはいはい、で、それがやっぱりあって、駐車場に連れ込まれて、その洗礼を受けた。殴り返そうにも、ホテには殴り方さえわからない。なんでだろう、理解したいと思った。話そうよ、必死でそういったホテの言葉はって、言い訳としか聞こえていなかった。とかね。はい、すごい、ホテさんはこういう側の人だったと。なるほど。わかるという。おまあじゃあ、氷室さん的にはもう、あれですね、もうパチギにでも出れるぐらいのキャラ持ってるわけだ。ね、まあね、人種的にも、国籍的にもそうですけどね。で、そんな、ボーイの解散の真相というのが、ずっと謎なんですよね、未だに。あ、そうなんですか。未だにはまだ謎とされてるんだ。ホテさんの著書、まあ、2006年に言った秘密っていうタイトル、まあ、秘密なだけあって何が秘密なのかと思ったら、まあ、そのボーイの解散の理由が墓まで持っていかなきゃいけないと。すごいね、うん、でなかなかないよね、政治家でもこれは墓まで持っていきますっていうのはね、ないですよね、ないよ、かなりのもんだよね、かなりのもんだと思う、よっぽど国家機密に当たるものとかね、あとドロドロした裏社会との関係とかね、はいはい、でそれに、そして今年です、うん、あのボーイのドラマだった高橋誠さんがスネアという本を出しまして、うん、スネア2007年マーブルトロンから出てるんですけどね。ほうほうほう、この本に実はそのボーイ解散の理由が書いてあったんですよ。え、ちょっと待ってよ、ええ、いやね、ホテさんが墓まで持ってこうとしたのに、ホテさんは墓まで持っていくんだけど、ええ、高橋誠さんは、ええ、いきなりの何の許可も何もないんだろうね。いや、そんなの許可というか、まあ、そうね、さらっと書いてたんですけど、さらっと書いちゃう、そのボーイ末期の頃に、うん、ベースの松井さんが山下久美子さんのツアーに、うん、まあ、まずホテさんがまず参加してたんですよね。はいはいはい、まだ結婚前ぐらいに、山下久美子さん前妻のツアーに、ベースの松井さんも参加することになって、うん、そこにドラムの高橋さんも誘われたと、うん、でもそれだとボーイの4分の3がツアーに参加することになってしまう、うん、まるで氷室をのけ者にしているようでいくらなんでもまずい、うん、それで俺は氷室に直接事情を伝えることにした、うん、そしたら来月解散しようということになった、うん、あら、うん、はでその後話し合いを持って、うん、解散が決定みたいな感じなんですけど、はい、あれ山下久美子さんが原因というか、つうか、ホテさんが原因みたいな。あ、つまり、うん、その、山下久美子さんの、に、うん、その、なんというか、うん、左右されてるぞと。ちょっと松井さん、あ、松井さんじゃないわ。高橋さんの方にしてください。ね、はい、これで出た。そういう、それも直接の引用ですか？直接引用です、うん。即解散しようということになったと。うん、その後話し合った時に、うん、氷室さんとしてはまだそれでも続けようみたいな話になることを期待してたんだけど、うん、そこでも布袋さんが解散の話切り出したんで、うんうん、ね、帰っていく布袋の、氷室の背中は、なんか悲しみなのか怒りなのか触れていたみたいなことも書いてあって、はいやでも それはさ、ええ、ちょっと格好悪すぎてなかなか言えない話ですよね。墓まで持っていかなきゃいけない。墓までも、だから墓まで持っていくっていう。いや、ホテさんの本ではね、まあ、俺が悪の役を買って出たって書いてあったんですけど。えって。悪というかね、どう、その、それ言えないよね。言えないですよね。でもその言い方のそれというのが、もうなんか普通に出してるところが、ちょっと格好悪い。ちなみに僕、そんなことを最近、ある新聞の書評で書いたんですけども、この前その木川浩二さんのインタビューに行った時にスタッフの方に挨拶されて、うん、吉田さんって僕プロレスとかずっと好きなんで吉田さんのことも大好きなんですよっていつも見てますって、あと僕実はボーイの仕事もずっとやってまして、この前の書評読みましたよって読まれてました読まれてた布袋さん話あ、だそうなんだ、もうすでにじゃあ書評にこう書いてるということですよ ね、 そういうことですね、ということで、まあ、布袋さん話で、今日は、あれしましたけど、もう大丈夫です、大丈夫です、いつキッカーさんになるんでしょうかね、もう来週ぐらいここまで、外堀埋めたらもう大丈夫でしょう、はいはいはい、ということで本日のコラムニストしゃべる墓荒らしは吉田剛さん、ありがとうございました。明日はアメリカ在住の映画評論家町山智博さんです。コラムのアンアアアアンアア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 ア